リカルド・バルディーズ・バレンタイン・ジュニアは、ロク・ラックの名で知られるアメリカ合衆国ジョージア州、アトランタ出身のラッパー、歌手、ソングライター、ヒップホップミュージシャン、アース・ギャングと J.I.D. による音楽集団、スピレージ・ビレッジのメンバーでもある。2016年のデビューアルバム、フリー・ロク・ラックとシングル、PR ・ BLMS で広く知られるようになり、グラミー賞で2部門にノミネートされる。 2018年には2作目のアルバムイースト、e、アトランタラブレターをリリースした。6ラック1992年6月24日、6ラックことリカルド・バルデズ・バランタン・ジュニアはメリーランド州ボルチモアに生まれ、1997年に両親と共にジョージア州アトランタに移った。初めてレコーディングを経験したのは4歳の時、父親のスタジオでのことだった。 中学時代にはバトルラッパーとしてラップをはじめヤングサグとの対戦など多くのバトルを経験している。2011年7月フローライダーのインターナショナルミュージックグループとストロングアームレコーズとレコード契約を結ぶ。契約と同時にバルドスタ州立大学を退学しマイアミに移住してからはスタジオで寝泊まりしたりしていた。最終的にライセンスやマネジメントをめぐる問題で レーベルを離脱した。2015年、ロクラックは、アースギャングのメンバーとの生活を経て、音楽集団、スピレージ・ビレッジに加入し、同年スピレージ・ビレッジの EP、ベアーズ・ライク・ディス・トゥーに参加した。2016年11月、デビューアルバム、フリー・ロクラックをリリースし、シングル、PR ・ BLMS が注目を集めた。第60回グラミー賞では、 最優秀アーバンコンテンポラリーアルバム賞と最優秀ラップ、サングパフォーマンス賞にノミネートされた。2018年9月、2作目のアルバム、イースト、アトランタラブレターをリリースし、ベイビルボード200でサインを記録した。ロクラックの楽曲は、仕事上やパーソナルな人間関係、特に失恋をテーマにしていることで知られている。ロクラックのソングライティングは主に個人的な経験や、 失敗した人間関係に影響を受けていると述べている。ロクラックは影響を受けたアーティストとしてシャーデー、ティー、ペイン、ザ、ドリーム、アッシャーを挙げている。2017年2月、ロクラックは娘が生まれたことを明かしている。スタジオアルバム、ありがとうございます。